タコが近づいてくる。ちょっと待って、4回目だよなこれ。横がかっこいい感じ出しても恥ずかしそうにしてる。飛び込んじゃった。キスして去ってったわ。まだ4。スーパーマリオ。むちゃむちゃむちゃって奥太郎の足音がするわ。ゾクスゴー。嘘でしょ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 。こんばんは、スタイリッシュ泥棒です。今日はですね、マイル旅行券累計2200枚使い切るまで終わらない離島ガチャ、離島ガチャ、離島ガチャ、離島ガチャを行います。あえ4連休初日ということで、今回もみんなを GoToトラベルに連れていくべく84枚使っていこうかなと思います。ということで、今回の脱退者に挨拶に行きましょう。今回の脱退者はグラハムくんです。グラハム異例の2回目の脱退です。いや、グラハムすごいいろんな場面で活躍してくれたからすごい寂しいんですけど、僕は離島ガチャの旅に出るためにグラハムを犠牲します。さらばだ。やべ、歌うの忘れてた。まあいいか。あ、そうだ、前回タヌガチャできた、ブリブリザイモンです。何が何地点なのかわからん。お、なんか懐かしい。なあ、もう元気になっとるやん。薬持ってきたよ。はい、プラシーボー。あ、言うタイミング間違えた。はい、プラシー。まあ、変わらずモニカリアーナ。モニカ、特に僕はモニカを希望してるんで、希望したモニカが出てほしいなと思ってます。ちなみに、前回のガチャで、もう二人しかいないし、そろそろ最終回も近いですね。もうなんかサライが鳴ってますね、みたいなこと言ったら、オールスターが僕に挨拶しに来て大変なことになったんで、もう、そういうの言うのやめます。ドコムスの離島ガチャ、まだまだ続きます。スーパーマリオサンシャイ！いきます。おぉ、馬から始まる。馬から始まる離島ガチャ。ちょっとアイソトープの確率上がってんだよな。2回目です。てかもう最近めちゃくちゃモノマネしてたじゃん。あれもなんかあんま無理してやんのやめようと思って、放送前今日は何のモノマネを考えようかなって思ってて、よくないよくないと思って、その義務感でモノマネしても面白くないと思ってもうやめました。ゴムスさん、花沢さんの方がうまそう。磯野くん、磯野くん好きよ。え？練習してきたんだけど、おお、メリアスか。あれ？メリアスだよね。はい、チャチャ丸のハートレスことメリアスさんでした。で、メリアスの発音おかしい。メリアス？メリアス？メリアス？あれ？え、どれ？メニアクセント。メリアス！アディダスと一緒。メリアス。マジで？嘘でしょ？メリアス。え、メリアスっていう発音キモくない？お、あ、はじめちゃんか。はじめちゃんも最近よく出るよね。もじゃもじゃ、いいな。どう、なんかもじゃっていう語尾にどうやってたどり着いたのか気になるわ、ストーリーが。もじゃ、ちょっとはじめちゃんの座右の銘調べよう。はじめちゃんの座右の銘、歴史は繰り返す。え、これ繰り返した後の世界なのかな、もしかして。はじめちゃん、そういうことだからそんな見た目なの。もじゃ、カツオ兄ちゃん、もうやめてほしいです。じゃ、タラちゃん書いたんだけど、おー、MVP なんか最近 MVP、 そんな MVP じゃないんだよな。うわ、名前わかんねえし、なんだっけ、ムスオだっけ、ムスオ、ガンテツでした。無双じゃなかった。無双じゃねえの。ナイトルーティーンやってほしい。ナイトルーティーン、これなんや。ナイトルーティーン、今みんなが見てるこれなんだよな。ごめんなさい、今の髪型教えてください。今モヒカンピヨピヨ、ありがとうございます。ピヨピヨって。さくらふぶきのさらい、ドコムスです。奥太郎、この間フォールガイズのパクリゲームで会ったよ。
はい、奥ちゃんでした。もうこれから奥ちゃんって呼んでいくわ。パーチコ女の子なんだね。ドコモスです。さっさくわー、馬が超出る。はい、ドサコちゃんでした。すげえ馬来るな今日はパカラッシュいいじゃん、パカラッシュ。貨物海外だと何か気になるわ。ミスズちゃんはジュディだし、あ、ジュディっぽいわ。貨物なんなの、ちょ、誰か貨物の海外名調べてくんない。貨物何ある、貨物かっこよ。え、貨物あるなの、むちゃくちゃかっこいいじゃん。なんか見る目変わるわ。中国でアホなのにアメリカであるってマジかっこよすね、かっこよすぎない貨物のキャラデザした人に会ってみたい。もう愛が深まりすぎとるやん。作者に敬意を表しとるやん。ゆきみちゃんは韓国名でぽやみちゃんめっちゃかわいい。なに、ぽやみちゃんめっちゃいいやん。ゆきみちゃん急に欲しくなったんだけど。2号は英語でエージェンツエージェント S なんだってめっちゃかっこよくない。ってことはエージェントなんとかっていうのが4種類いるってことかな。4号はロケットらしいなんでエージェントシリーズじゃないの。3号はビッグトップ何、なんでビッグトップなの。1号はキッドキャット、どういうシリーズ。チャチャマルはドムだった気がするチャチャマルドムな。じゃあちょっとアルに話しかけようか。お、頑張れ。いや今大チャンス、ま、もう手離せばいける。あー邪魔された、チョロキチに邪魔された。ありがとう。いや今君のせいで保つが損したで、ね、あでもこういう時に嫌な顔しない保つってやっぱいいよね。記念すべき40枚目。おの今日犬来るね。ジョン、ジョンも可愛いよね。ノン何ノン、ちょっとジョン君の座右の銘気になる。ジョンの座右の銘、寝るも忠義めっちゃ自分正当化してる寝るも忠義。はい、次45枚目です。いきます。おおおおおおちげえ惜しい惜しい。てかややこしい、この2人マジで似てる、キャラデザ似てるのよ。シルブプレなのよ。いや、その横がかっこいい感じ出しても、奥太郎なんだよな、いつもの。すげえかっこいい感じでいるな。なんだろう。ちょっとなんか、奥太郎のかっこいい写真撮る選手権やろうかな。その横側のままいてくれ。頼む。月は入れたいよね。全然かっこよくないな一回撮ってみようか。全然よくないな全然よくない。もし遠近法でキスしてみてようわやっぱりそれやりてできるのかな。あ、口の位置が合わねえ、口の位置が合わねえ。あー逃げられた、恥ずかしそうにしてる、恥ずかしそうにしてるわ。あ、いける。あ、むずい。取れた。これ動画のサムネにして。伸びなさそう、その動画。アクリルちゃんだ。今日すげえ羊出んな。あれ？ちょっと待って、サソリいる。サソリがいて集中できない話に。あ、いなく、あ、いる。わ、そんなとこ珍しくない。わ、ちょっとサソリのかっこいい写真撮りてちょっと待って、サソリのかっこいい写真撮りたい。わ、これ邪魔。もうこっち行けばいいのかな。あれ消えちゃった。うわ、飛び込んじゃった。うわ、サソリのかっこいい写真撮りたかったのに。マジでショック。
カサス的なサソリ追い詰めすぎた船越さん今どんな感じですか。今カサスサソリの写真撮ってました。難しいね、それ。あ、写真撮れる。うわ、落ちた。最悪。なんで死ぬの、サソリ。ちょっと待って。ちょっと待って、奥太郎今日何回目？ 3 回目だよね、多分ね。うわ、やべえ。やべえ。ちょっとさすがに話しかけずに行こう。あと2回だよ。いなくない？ちょっと待って、あの口元は。ソクロフブー。リスナーになってロコムッチのリアクションでターゲット出たか当てるゲームしよっかな。いいね。じゃあ俺次誰でもはっって言おう。次あのこの人のために俺誰でもすげえいいリアクションするわ。ええ、これマジでへなんだけど。豊作じゃん。久しぶり。久しぶり。嬉しい。いきます。来たわ。久しぶり。なんか会いたかったわ、俺。ちょっと待って、4回目だよな、これ。やべえぞ。やべえぞ、これ、マジ来るぞ、これ。奥太郎か、いや、めっちゃ、まだ呼んでないよ。めっちゃ近づい。キスしてきたわ。キスして去ってったわ。いきます。ゲームばっかしてるんで。おー、タコンプリート。タコンプリート来たさて、とりあえず残り1枚これ使い切ったら、ちょうど累計2200枚ということにしましょう。いきます。何最近霧のいいとこでカバ来る感じ。何ゴンザレス。はい、ちょっと僕今日元気なんで追加します。とりあえず10枚追加しようかな。さあ残り10枚で何が起きるかな。C じゃないのよ。保つ C じゃないのよ。いきます。やべえ、タコが近づいてくる。ぬちゃ、ぬちゃ、ぬちゃって奥太郎の足音がするわ。いや、マジでこういう時トラ来るんだよな。マジでハリマオ来るんだよな、こういう時マジで。ムラさんとハリマオとアーサー、マジで。行きましょう。誰だじゃないのよ。なんか俺どっかに閉じ込められてる？誰？どこ？いなくね？どこ？いなくね？何？いなくなった？何？え？何？ちょっとね。え、ずっといた？ここに。ずっといた？保護色？隠れてたよね、今ね。お、マジで気づかなかった。どうした？限界か、俺。本当にハイドしてたよ、今。めっちゃ馴染んでなかった、今。ほんとカサコソしてたよ。今来ました。元気ですか？今 HP マイナス5000です。なんだろう、離島ガチャってさ、100から始まって、あ、まだ10あるから大丈夫師匠の次がもう5000なんだよ、マイナスの。最後、ハリマオとかアーサーが俺の HP を1000ずつ削ってるんだよ。いきます。お、ワクワクステージ来た。ちょっとこれ来たんじゃない？ロコムスチャンネル、ここで神引き見せます。ほらほら。嘘でしょ、タモさん。もう足で分かったわ。
っからが俺やで。こっから神展開見せるのがドコムスです。任してください。え、いきます。嘘でしょ、嘘でしょ。やった、泣きそうなんだけど。はあ、嘘でしょ。いやマジで延長してよかったわ。深夜3時初のモニが来ました。めっちゃ可愛いし、しかもかわいい。ドコムスです。あー嬉しい、マジで嬉しい。うちの島で新生活どうだいベイビー。青い稲島だよね。よく言った。はい、ということで、モニカゲットです。あー、ということでモニカゲット。これ写真撮ろっか、さすがに。おやべえ、中写真撮れちゃった。目つぶっとる。みんな奥太郎と思ったよ。どう、映りたがるな。いとこ、モニカの家おしゃれじゃね。あ、バヤシコップの家だった。モニカの家おしゃれじゃね。めちゃくちゃパリピの家じゃん。もう家が海なのよ。しまめろ、おもろい。モニカ、これからよろしくね。いやー、嬉しい。モニカ、飛び盛りを4300時間プレイした海外のモニカおばあちゃんがモデル説あるよね。へえ、そうなんだ。いや、ブーンじゃない。保つブーンじゃないのよ。保つも喜んでくれてます。本日は、マイル旅行券累計2200枚使い切るまで終わらないリートガチャ、なんと、2201枚目にしてモニカゲットしました。イエーイ、さすがドコムスだぜー。ということで、離島ガチャ、僕のドコムス離島ガチャシリーズも残りあと1枠、間もなく最終回が近づいてきたのかもしれないということで、ぜひドコムスチャンネルよろしくお願いします。今日初めて見た人、よかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローなどよろしくお願いします。ではおやすみなさい、さよなら。多分リアルなこと言うと3000人寝てるわ。マジで俺のゲーム、保つ主人公なんだよな。